今回の動画はですね、トレーニングを始めたら買うべきものを紹介していきます。前にトレーニングで不要なものっていうものを紹介したんですけれども、今回はトレーニングを始めたら買ってほしいもの、導入してほしいものを紹介していきます。僕の動画を何年も見てる方なら結構知ってるものもかなりあるとは思うんですけれども、今回は改めて初心者向け、トレーニングを始めた人向けのためにトレーニングウェアとかトレーニングギアをどれ買ったらいいかっていうのを紹介していきたいと思います。参考にしていただけたらと思います。でまずですね、トレーニングを始めたら一番こだわってほしいのが靴になります。トレーニングを始めたばかりの方っていうのは、こういったランニングシューズ、スポーツシューズとしてここのエアが入っているものであったり、クッション性が高いものを使われる方が多いと思うんですけれども、クッション性が高いとランニングする時とかはいいんですけれども、例えば重たいスクワットをする時に沈み込んでしまってグラグラしてしまって不安定になってしまうんですよね。なので基本的にはトレーニングシューズはある程度底が硬いものがおすすめです。一番無難なのがメトコンですね。メトコンはランニングシューズよりも底がしっかりと硬くて、なおかつある程度こうランニングもできるように設計してあるモデルです。もしくはメトコンに近いのが室内用のフットサルシューズになります。こういったシューズが基本的にまずはおすすめです。これだとウェイトトレーニングもできるし、トレッドミルで走ることもできるし、普段使っている靴からの移行もしやすいので、こういったモデルがおすすめです。もっと底が薄いものがいい、底を感じたいとか、まあ、安く済ませたいっていう人にはもう旅靴がおすすめです。これホームセンターで売ってるやつで1000円ぐらいで買うことができます。こちらもクッション材が入っていないモデルなので、非常に底が薄くて高重量のスクワットとかをやってもかなり安定します。そしてこの底ですね、これハイパー V っていうグリップが強い底でできていて、非常にグリップが高くなっています。なので滑りにくくできています。これで海外の競技ベンチプレッサーとかも使ってるぐらい滑りにくい素材なので、底が滑るのが嫌な方はこういったハイパー V が入っているモデルを買うのもいいかもしれません。コスパ重視ならこの旅靴がおすすめです。で、底が薄くてなおかつ見た目もある程度いい、靴紐があってしっかりと固定したいっていう方はこういうレスリングシューズがおすすめです。こちらはナイキのフューリーっていうモデルになります。かなり底が薄くてもう柔らかいんですよね、まあ、ある程度そこもグリップ力があって靴紐もあるので、ハイカットになってるのでしっかりと足首まで固定できる、しっかりした旅靴みたいな感じですね。ただ旅靴もレスリングシューズもフットサルシューズも、ここの足の幅が結構狭い作りのものが多いんですよね。僕結構足幅が広いですけども、これを履くために1センチ大きいモデルを買わなきゃいけなかったりするんですよね。ちょっとフィット感が損なわれたりもするので、そういった場合にはこういう足幅が広い、ここの幅が広いものをおすすめします。これさっきと比べてかなり足幅広いですよね。ビボっていうメーカーのビアフットシューズなんですけれども、こちらだとかなり足幅が広いので、こういう状態じゃなくて足を開いた状態でスクワットすることができます。当然こういう指がこう狭い状態でスクワットするよりもしっかり開いた方が安定はするので、こういった形のシューズの方がウェットトレーニングでは理想です。ちょっと高いんですけどね、これ2万円ぐらいするのはちょっと高いんですけど、こういうモデルもおすすめです。あとはノトリアスシューズ、デッドリフトスリッパーと言われるものも割とここの足幅広く作られているのでいいんじゃないかなと思います。新型はもっと足幅が広くて底が薄くてなおかつ1万円ぐらいでってなると、新型のノトリアスがいいんじゃないかなと思います。今紹介したのは全部室内向けのシューズになるんですね。室内向けなんですけれども、24時間ジムの中では土足でそのままジムに入るっていう場面もあると思うので、そういった方にはバンズの中でも僕はエラっていうシンプルなモデルがあるんですけれども、そちらが結構好きです。あとはコンバースのチャックテーラーとか、ああいった底がフラットでそんなにこう厚すぎず薄すぎないモデルは土足でも使いやすくて中のトレーニングでも使いやすいので非常におすすめです。僕はエネタイムに行ってた時は外もエラで行ってトレーニングもエラでやってました。デザインも個人的に好きなので値段もそんなに高くないのでよく使ってます。はい、なので自分に目的に合ったシューズ、見た目とか足の幅とかそういったもので選んでもらえればいいかなと思います。まずこれが一つ目ですね。で、靴も大事なんですけど、意外と大事なのがシャツになるんですよね。こういったいかにもスポーツウェアみたいなポリエステル 100% のもの、こうツルツルしたもの、まあ、通気性も良くて汗もすごいすぐ乾きやすくていいんですけれども、バーベルもベンチ台でブリッジ組む時も非常に滑るんですよね。なのでトレーニング中に使うことはおすすめしないです。腕トレとか肩トレだけならいいんですけれども、バーベルスクワットとかベンチプレスとかチェストプレスとかもするときはツルツル滑ると安定しなくて力を出しにくいので、綿100のものがおすすめです。手前味噌になるんですけど、うちのエバーリフトの T シャツは表が綿 100% で裏がポリ 100% になっているので、通気性とか速乾性、強さ、洗濯しても首がよれないっていうところもあって、なおかつ綿100なので滑りにくい。モデルによってはこうやって背中にプリントがあるので、ここの部分でバーベルだったりが滑りにくくなっていて、あとはベンチプレスする時もちょっと滑りにくくなってます。プリントがなくても綿 100% だとある程度滑らなくなります。これもうちのエバーリフトと A7 のコラボTなんですけど、こういったバーグリップ
っていう T シャツもあるんですけど、これだと滑らない用のプリントになっているのでかなり止まります。グリップが欲しい人はこういった A7 のバーグリップ T シャツを買うのが一番いいと思います。バックプリントがなくても、まあ、とりあえず家にあるものでポリ100か綿100かで迷ったら綿100のものを着ていくようにしてください。腕トレしかしないとかだったら全然ポリ100でもいいとは思うんですけど、バーベルスクワットをするだとかベンチプレスをする場合は少なくとも綿100のものを着ていくようにしてください。綿95、5% スパンデックス、ライクラとかの伸びるやつあるじゃないですか。ああいうものでも全然いいと思います。とりあえずポリ100は滑るのでやめた方がいいです。まあ、あとはポリ100をどうしても着たいっていう人は滑り止めマットを買うのがいいと思います。ダイソーとか100均でも売ってます。あれをベンチ台に置いてベンチの時に使うのもいいし、スクワットの時にバーに一周巻いて使っても滑り止めになるので、スクワットパッドと違って高さも出ないので使い勝手もいいんじゃないかなと思います。これが2つ目と3つ目ですね。で次がですね、リストストラップもしくはパワーグリップですね。こちらはですね、握力を補助するものです。こういう風に巻いてここにバーをくるくる巻きつけてこうやってバーベルを保持するものになります。これはですね、デッドリフトとかでよく使われるものなんですけど、デッドリフトだけじゃなくても初心者の場合背中のトレーニングでも使ってほしいものになります。どうしても初心者ってバーを強く握り込んでしまって腕に力が入って背中をうまく使えなくなってしまうんですよね。握力に余裕があったとしてもこれで引っ掛けるようにしてグリップの力を使わずに握るようにすることによって背中の力を使いやすくなります。で安さ重視ならこのリストストラップ、機能重視ならパーグリップがおすすめです。パーグリップの場合は巻きつける必要がなくて、こうやって腕に巻いたらここにこう包み込むだけでできるので手間はこっちの方がかかりにくいです。値段がやっぱり1万円ぐらいします、こっちの方が。で安いやつ買うとすぐ壊れちゃうんで、ある程度高いものですねだと壊れにくくて長持ちするので、結果的にこういうものを買った方がトータル安くは済みます。これは1万円ぐらいするのかな。でこっちは2000円弱ぐらいで買えるんで、こっちの方が安くは買えます。これもトレーニング始めたらおすすめです。あとはトレーニングベルトです。まずはナイロンタイプのものが個人的におすすめです。このマジックテープで調整するタイプのこういったものがおすすめです。これだと初心者の場合でも痛くないですし、持ち運びも簡単ですし、しっかりとフィットした状態で行うことができます。しっかりと負荷をかけたい場合にはこういった前が太いタイプの方がしっかりかかるので、さっきのナイロンベルトを買ってもうちょっとサポート力が欲しいなと思った時にはこっちの前も太いタイプのベルトを買うことをおすすめします。ハービンジャーのナイロンベルトで4000円か5000円ぐらいで買えます。でこちらが A7 のパイオニアベルトっていうかなり細かく調整できるベルトになります。10ミリともうちょっと厚くてごつい13ミリっていうのがあるんです。で13ミリの方が当然サポート力はあるんですけれども、男性で70キロ80キロ以上だったら大丈夫だと思うんですけど、女性であるとか割と体格が小さめの方だといきなり13ミリいくと結構痛い場合も多いので、そういった方はこの10ミリから始めてもらうのがいいんじゃないかなと思います。ただ今ですね、この A7 のベルトが僕が買った時はこれ2万円ぐらいで買えたんですけど、今多分3万後半から4万円ぐらいするんですよね。まあ、なのでちょっとこれは気軽にはおすすめできないんですけど、こういった前が細くなってないタイプで10ミリぐらいのものを買ってもらうといいんじゃないかなと思います。ゴールドジムとかの前が細いタイプでももちろんいいんですけど、個人的にはさっきのナイロンベルト、もしくはそれで物足りなければパワーベルトに行った方がいいんじゃないかなと思います。それでももうちょっとサポート力が欲しいなと思ったら13ミリのもっと強いものに変えるといいんじゃないかなと思います。まあ、結局ね、本格的にやっていけばやっていくほど一番ごついものを買うんですけれども、昔はねそれを最初に買うのがいいっておすすめの仕方をしたんですけれども、やっぱりね体格が小柄な方だと肋骨を怪我してしまう場合もあるので、まずは10ミリからおすすめします。はい、最後になりますけどこちらのトレーニングバンドになります。トレーニングバンドっていうのかな、チューブ、アマゾンベーシックのフィットネスチューブ、こちらがおすすめです。これはですね、こうやってモビリティワークで使います。バンドプルアパートって言ってこういうエクササイズであったりとか、バンドサークルって言ってこうやって肩をぐるぐるするのに使います。はい、デスクワークとかでこう背中が丸まってしまう人とかも結構多いので、まあ、自分で使うのもいいですし、職場とかに持って行って使うのもおすすめです。で安くて携帯もしやすいので一つは持っていくことをおすすめします。これ Amazon で、まあ、1000円弱ぐらいで買えるので、まあ、非常にこれもおすすめです。ジムに行くと大体あるとは思うんですけども、家で使ったり仕事先で使うのも非常におすすめです。トレーニング初心者はしっかりと胸を張る動作が苦手だったり肩周りの柔軟性が乏しかったりもするので、こういったもので
こまめに胸を張るトレーニングというか、肩周りの柔軟性を出すっていうのは非常に有効になります。こういうのはトレーニングを続けていけばしっかりと胸を張れるようになるし、肩の柔軟性も出てくるとは思うんですけども、最初からできた方が望ましいので、こういったものを買ってこまめにモビリティワークをするのをお勧めします。以上がトレーニングを始めたら個人的にお勧めするものです。今回紹介したものの中で自分の目的に合ったものを買ってもらえればいいかなと思います。はい、以上です。トレーニングをこれから始める人、始めたばかりの人から中級者、上級者まで様々なプログラムを販売しています。中級者以降のプログラムはスプレッドシートを利用していて、どのプログラムにもカロリー計算シートが付属しています。身長、体重、減量、増量を選択すると摂取カロリーの目安と PFC が自動で算出されます。トレーニングプログラムのメインリフトの重量は現在の HRM 重量を入力すると自動的に算出されます。またトレーニング環境に応じて種目の選択が可能です。ダンベルとバーベル、懸垂が行える環境であればホームジムでも行える内容です。各プログラムの説明部分は無料で読めるので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。